大理塚古墳は千葉県富津市二間塚座東大理塚にある前方公園墳。国の史跡に指定されている。千葉県内では最大規模の古墳で5世紀中頃の築造と推定される。地元ではお大理山とも呼ばれている。全長約144メートルで大理塚古墳群中最大の古墳となる。規模からも小江川下流域の名主墳となっていて、 五世紀、中頃に造成されたと推定されている。当時この地域は、末の国のみやつ子の地といい、国造本理によれば、末には、茨城国造の祖、県元友命の子、生きおうぬの B、渡る命が任命された、とされる。おうの B、渡る命の兄弟、新川井渡る命は、帯つ川流域の幕田国造として任命されている。末国造は、 小糸川下流域全域を支配下に置いたとされている。そのため、大理塚古墳の被葬者は、この末国像ではないかという説がある。また、地元の伝承では、万葉集の高橋虫マロの歌に登場する、玉名上司の墓である、ともされていた。規模は、以下の通り。1906年東京大学人類学教室、坪井正五郎教授、柴田城へ実施。 1964年本郷高校、堺俊明実施。石室が2つあり、東の第一石室からは、2台の人骨及び、鉄製武器類が出土した。北側にあった人骨は、胸の前で腕を折り曲げるように埋葬さた型で、整然と仰向けに埋葬されていた。武器類として、鉄自下等に、鉄角棒一、鉄鎌一、なぎなた一田が出土した。に、 青銅郷一面などが出土した。朝鮮半島製の混同製、小金具やかぶら屋が出土している。墳糾には、円筒埴輪列が3段巡り、家がて埴輪や人物埴輪も置かれていたものと考えられている。ありがとうございます。